ガイドの堀口です。このポールによくあるトラブルを紹介したいと思います。一番多いトラブルが、本当にガイドをしててもよくあるんですけども、こんな風に、堀口さん、ストックが閉まりませんという問題よくあります。でこういう状態の時は何が起こっているかというと、これを一旦抜いてみます。するとこの先端の部分のオレンジ色の中のパーツですね、これが一番下まで入ってしまって固定されちゃっている状態なんですね。でこれはこの青い部分をくるくる回すと、このオレンジ色の部分、この先端の方に来てますね。でこの青いパーツの部分が外側に押されてシャフトが固定されるという仕組みになっていて、で閉まらない状態っていうのは、この中のオレンジ色のパーツが一番下まで行ってしまってきつく固定されちゃっている状態なんですね。でこのままシャフトに入ると、いくら締める方向に回しても空転してしまうという状態ですので、この一番下まで下がっているオレンジ色の部分、ちょっと緩めてあげるだけでいいです。で締めると、はい、こんな風に固定されます。このレキというメーカーのストックに多いようですけども、他のメーカーのストックでもあるトラブルだと思います。ぜひ起きた時は試してみてください。